究極超人ベガールの町。あ、テガ、てめえ駅前で何してんだ。あんた誰？誰って貴様、永遠のライバルマヌー様を忘れたとは言わせねえぞ。マヌー様、検索を開始します。すみません、よくわかりません。なんだと？怒ると胃に悪いよ。うるせえ。胃が悪いとご飯が食べられないんだ。はあ？お前何言ってんだ。お待たせしました。ちょっと何してんの。あ、二人とも、デガのやつが変なんだよ。変って、あいつはいつも変じゃ。うわ、やあ、なんでこいつ銀色なの。何？本当だ。なんで最初に気づかないのよ。様式美ってやつですね。わかります。どっからどう見てもロボットじゃない。ロボットじゃないよ。何？アンドロイドだよ。どっちでもいいわ。つまりこの方はテガさんのアンドロイドということですね。違うよ、テガR、中田一郎くんだよ。長いよ。また古いネタ引っ張ってきたな。柏伝説 R なだけにね。同じアンドロイドなら原子の名前かお米のお菓子の方が良かったのでは。もっと古くなってるじゃない。で、結局こいつは何なんだよ。どうせまたイチカが作った発明品とかじゃないの。あ、すいません。はい。そのアンドロイド、うちのなんですけど。え、そうなのか。実験中に勝手に動き出しちゃって。危ないわね。ちゃんと管理しときなさいよ。すいません。ふ、まさしく危ないところだったな。まったくだね。いや、お前のことだよ。まさかアンビリカルケーブルを抜いても動くとは。アンビリーバボーだよ。黙れポンコツ。早く施設に戻らないとあの方に怒られるぞ。アンターモード突入。キーンでございます。あ、待て。キーン。わー、ちょ、何？え、テガちゃんは二人？いやいやいや、どう考えても偽物だろう。これはもしかしてテガちゃんを模した高性能 AI 搭載型アンドロイド？やかましいわ。誰が作ったんだろう。こういうのは私がやる予定だったのに。テガール中田一郎くんはメルキ博士、バルタ博士、カスパ博士のマギー3博士に作られたんだよ。マギー3博士？耳が大きくなる人だね。それは手品師だろ。緊急速報です。突然ですが、あと5分で地球に隕石が落ちてきそうです。もう助かりません。皆さんさようなら。展開無理やりすぎるだろう。尺がないからしょうがないね。どうしよう、みんな死んじゃうよ。僕に任せて。テガールくん、僕が今から最速で隕石にぶつかれば地球は助かるよ。そんな、そしたらテガールくんは大丈夫。どっちにしても1話だけのゲストキャラだから。むしろちょうどいいね。やめろ。こうしてテガール中田一郎くんの活躍によって地球の平和が守られたのであった。きっと生きてるよね。またクラファンやれば生き返るよ。結果先週と同じオチっぽい。よろしゅうな。お菓子は誰も世代にメモリのどこだけ伝説の場所。あぶらかしは乗り過ごせるはずの。ほっといて登録してね。